ようやく再会できたな、光の者どもよ。え、もしかしてラバトールの競技場にいたあいつなの？やっと会えたな。この時を楽しみにしてたぜ。はて、ああ、貴様は闘技場にいた剣士。俺とは関係ないなどと言っていたが、やはり光の者の仲間ではないか。仲間になったんだ。お前との決着をつけるためには、こいつらと一緒の方が何かと都合が良さそうだったからな。さあ行くぞ。ちょっと待って。戦う前にまずはこの人が何者なのかはっきりさせてもらいましょうよ。それと光の者に何の用があるのかも教えてもらおう。そう焦るな。今からたっぷりと説明してやるさ。さて、まずは私が何者かだ。我が名はヘルムート、闇の一族の最強にして最後の王よ。闇の一族、ジュリエッタが言っていた光の一族と対をなすという者たちのことか。ほう、少しは自分の素性について学んだようだ。ならば貴様ら光の者が我らを不当に虐げてきた歴史についてももちろん知っていような。かつて光の女神と結託した貴様らの先祖は我が一族の主たる闇の竜を追いやった。そしてこの忌々しい世界樹によって封じ込めたのだ。世界は光で満たされた。我が眷属たる魔物たちも人間を襲うことを忘れ、逆に手なずけられてしまった。え、じゃあ魔物はもともと人間を襲う生き物だったってこと？そんなの嘘よ、信じられないわ。魔物だけではない、世界そのものが貴様ら光の者どもに都合がいいように歪められ、本来の姿を失っているのだ。私はただ取り戻そうとしているのだよ。闇が解き放たれた真の世界の姿をな。できない、世界中が闇の中にさせるもんですか。おい待て。かかった、愚か者だ。これは一体、体が動かない。祭壇は光の一族と闇の一族のみが立ち入れる聖域。それゆえここに罠を仕掛けておいたのだ。これぞ我が闇の腕輪の力よ。光の者を闇に落とすことが世界中を闇に染める唯一の方法なのだ。さあ落ちてゆけ、深き闇に。そんなことさせないぞ。これでも食らえ。何？驚かしよって、追い見スライムごときが
光の腕は持っているわけがない。愉快、愉快、実に愉快だ。さあ、光の者よ、肉体と精神を闇に捧げ、世界樹の力を喪失させるのだ。世界樹が完全に闇に染まり、朽ちるのも時間の問題よ。その時かさ、忌まわしき封印が解かれ、我らの神、闇竜が復活するのだ。ずいぶん落ち込んでるみたい。無理もありませんわ。大切な方が目の前であんなことになってしまったんですもの。あの時私が飛び出したりしなければ、私のために彼は。そのように自分を責めるでない。責められるべきはむしろこのわしなのじゃ。ディルク様、この世界には光の力を継ぎし者たち、すなわち光の一族を守る役割を代々担う一族がおってな、守護者と呼ばれておる。そして何を隠そう、わしはその末裔なのじゃ。だからお前たち二人を守り抜くことがわしの大切な使命だったのじゃよ。ディルク様が私たちの守護者、この世界の王様なの。神のご加護があらんことを。ご協力お願い。お気をつけて。いらっしゃい。ありがとうね。おお、よく来た。また来てくれよな。おお、ありがとうございます。うん。よし。うん。はい。お、え？
端からやっつけていくわよ。この地にまで魔物が。ヘルムードめ、嗅ぎつけておったか。見るでガス、魔物の奴ら、あの光の中に向かっているでゲスよ。
を防ぐための罠か。油断ならんわい。おお、扉が開いたでガスよ。やっつけたわね。先に進みましょう。よし、片付いたっと。